すごいとこだったんじゃん、PL が。いや、すごかったですね。で、じゃあまあライオンズ入ったら、はい、ヒロがいたから良かったんじゃないの。喋ったこともないの。あ、ないですね。やライオンズ入ってからですかね。可愛がってもらえなかったの。もらうだろう、PL だったら。弟が、まあ、同級生だったんで。キヨの。そうです。あ、野球部だったの。僕たちの時キャプテンだったんで、一度寮に来られたことありましたけどね、うん、そんな会話とかも、そんな木原さんだって思うぐらいだったですね。それでお前広島で終わったじゃん、はい、それでお前キヨのとこに着いたじゃん。あれキヨ、そうですね、どういう縁だったの。 PL の縁だって、そうやって喋ったことねえぐらいだからさ、まあね、ライオンズにもともといて、実ソリとか一緒に集めてくれたんだ。そうですよ、ライオンズの時は。あ、ライオンズの時に竹内行くかっつって、はい、そういう縁があったぐらいでしょ。でもやっぱり PL の、まあ、後輩っていうことで、うん、まあ、声かけていただいたのかなって。いや、お前が広島終わった後に広島大英行ったんですよ。あ、もう大英行ったっけ。でその後台湾に、もう台元、秋山さんが台元にちょっと言っていただいて、うん、くれて、うん、で台元から連絡もらって、うん、で僕台湾行ったんですよ。台湾でプレーしたの。しました、半年ぐらい。台湾良かったですよ。合いそうだな。台湾の人はなんかすごい明るいもんな、みんな。明るいですよ、台湾はね。うん、街もいいよな。いいです。暑かったですけどね。暑い、蒸し暑いんだ。お酒好きですよ、ね、大好きだ。ワインとかな、ウイスキーとか。ウイスキーをストレートで飲むんですよ。すごいよな、あれ。だって、あの渡辺 GM、なめちゃんだってもペラペラだよ、台湾語。ペラペラだから。聞きました、なんかあの、うん、台湾の街をバイクで。バイク。バイ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 。おい、サスリーって。なめちゃんみたいな。バイクが一番いいんだよ。地元の方みたいだったって言って。ああ、地元民だと分かんなかった最初。聞きました、それ。ここやむちゃうめえからさ、ここでやむちゃこうぜなんて食べて夜なーなんて、今試合行ってくるよなんて、またバイクでバババババすごい人気ですもんね。すごい。だ、僕行った時も言われましたもんね。わざわざやっぱりその時は向こうの人が鍋鍋って言ってましたね。すごいよな、よ大人気で。で大元とさ、はい、もう本当のこう人気をさ支えてたよな、台湾の、まあ、鍋ちゃんなんか。すごかったです本当に。喋れんだ、夜だって飲み行ったって、はい、台湾語で喋ってんだもん。誰も教えてくれっつって。台湾語ですごいですね。なんかさ、そのまあまあ、あのさ、やっぱりよ、大体やらしい話とか、はい、変な言葉覚えるじゃん。はい、表彰金賞語みたいなのから英語でも。で、だから行く行くっていうのはツーライラーって言うっていうわけ。はい、だ、誰が来てもツーライラー、ツーライラーって俺が言ったら、もう台湾の台元から選手から鍋ちゃんも大受けするわけよ。その飲んでる時。で、俺ツーライラーの大久保って言われてたんだから、ね。次の日フランテ、はい、ツーライラーって言われた。はい、ツーライラー。明るいんだ、みんなな。陽気ですよね。ああ、すごい国。すっごい陽気ですよ。なあ、それ終わって、なんで日本帰ってきて、え、キヨはその時どこ、ジャイアンツ？あ、ジャイアンツです。そうですね。ジャイアンツってさ、うん、普通に運転手さんが現役でいてもおかしくないんだよな、はい、原監督にしても。まあまあ、そうですよね。まあ、現役の時は、あの監督も運転してたけど、まあ、新之助にしても現役の時にも。はい、マネージャーがいて、やっぱ事故をなるべく起こさないようにっていうのは、あれもすごいいいことだと思うの。偉そうにの話じゃないじゃん。事故自分がやるよりもイライラしたりなんかしたり不安だったりってグラウンド行くなら運転手いた方がいいってい う, そうす、ね、いう感じの仕事やったんでしょ。そうですね。グラウンドでよくあったもんな、お前。だからいつもサロンで待ってましたよ、ね、なあ。そう、試合中な。俺らも新聞で行った時とかさ、こうサロンで見てな。で、僕サロンでいつも食事させていただいて、うん、まあ、関係者サロンな、はい、あそこでこうモニターテレビ見てな。そうそうそう、球団の人間も何人か途中までいてさ、はい、記者なんかマスコで見んだよ大体、はい、で何やんのお前の仕事は。あれ運転です。キヨ何時ぐらい迎えに行くの。9時ぐらい、9時半とかかな、多分10時とか、それ、まあ、それぐらい。ナイターだろ。そうです、ね、練習するの。キヨが朝トレーニングされてましたね。はい、あ、トレーニング場行くんだ。はい、ケビンさんのとこ。あ、そうです、そうです。あの頃まだ入れたもんな、ロッカーにな、そういうパス持ってる。あ、全然入れましたよな。はい、入れましたというか入れていただきましたね。あの時やっぱマネージャーの方とかすごくよくしていただきましたね。高坂さんとかね、みんないいよな。高校の方とか松尾さんとか。うん、ジャイアンツ優しいもんな。優しいですよ、みんな。実はめちゃめちゃ優しいですよ。そう、俺中入ったら分かりますね。なあ、なんかジャイアンツはさ、とかに厳しいとか、戸玉になんか厳しい、はい、全然なことないよな。いや、イメージがちょっとこうツンとしてる感じ、外から見てる。そう、思ったじゃん、俺らも、はい、ファームでやってる時、はい、ジャイアンツ偉そうに VM なんか乗ってくんじゃねえよ。絶対、ま、絶対負けないとか言ってましたもんな。負けないよ、ベンチ乗ったらぶつけてやれみたいな。全然いい人な。すっごいいい方です。びっくりするぐらいみんないいよな。余裕があります。あら、わかるわかる。あ、すごい余裕がある。たけしって呼ばれて、上からたけしって呼ばれて、はい、タケシ食べろみたいな。あ、そうそうそう、サロンでいいかいいかい、はい、もういいですいいですみたいな。そうです、もうすごいこうよくしていただいて、分かる分かる、もう本当もう感謝ですよ、うん、噂だとお前に聞いたんだっけ、キヨは洗濯もユニフォーム自分ち持って帰って洗うって、はい、
あ持って帰れたんかな。オリックスの時には持って帰っても洗ってなかったけど、お前が洗うとこ行った。ああ洗ってたかも分かんない。もう記憶がもう2008年とかなんで。2008年で清やめたのじゃないですか。清から聞いたんだけど、はい、なんか元木とかさみんな連れて歩いたような様子だけど、はい、ほんと一回もないんだってな。終わってあの連中で東京で飲むなんてことないと思いますよ。じゃあそのまま自分ち送ってくるわけ。そうそうそう、そのルーティーンですよ。清、はい、とやってて、お前何が大変だった、大変だったって何だったの。清とやってる時はあいつ先輩立てるから、はい、本当の自分を見せないんだよ。いやいややっぱ見てるとしんどいなと思いますよ。その、うん、僕もいさせていただいてそのプレッシャーとかも感じますしね、うん、その例えば大久保さんがといつも一緒にこういて大久保さんが考えてることとかあるじゃないですか、うん、そういうのも直にこう感じてしまうじゃないですか、うん、話さなくても分かるな。話さなくても、ね、しかも野球人だしな。だそういうところがどん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 こうなかなか大変と思いますよ本当に。普通では耐えられないのかなと思いますよ。そういうプレッシャーとかね僕はもう経験したことないですけど、その方のあれをこうもろにこうもらうわけじゃないですか。そのあれですよ、うん、分かるじゃないですか。そう、分かる。もうしんどそうだなとか喋んねえんだじゃん。打てなかったりなんか負けたり。いやもうあんまり話そんな話しかける雰囲気でもないだろうな。ないじゃないですか。お前も空気読めるから余計話しかけられなかったでしょ。まあ、まあ、そうですよね。まあ野球や、まあ、僕もやっぱり野球ねやったら分かる。 そこは分かるじゃないですか。その、うん、少しぐらいはね、うん、そのスーパースターの方の気持ちはそこまでは分からないですけど、うん、でもその打てないとか打った時のその気持ちは分かるじゃないですか。そりゃそうだ、はい、もうこれもう今そうだなとか、うん、こういう感じだなとかっていうの分かるから、うん、まあその辺じゃないですか、うん、それぐらいじゃないですか。でもまあそうですよね、うん、そこですねやっぱり微妙な、うん、お前も背負っちゃったんだな、ね、じゃあ重さを。いや僕背負えないですけど背負えないですけど。それであのまた賃金思い出しちゃって。いや何ですか、あのフルフル、いやいやいや、まあそんな感じだったんじゃないですかね。今でも清のあの支えって子供だもんな。ああまあそうだと思います。すごいねやっぱり可愛がられてたんで。うん、はい、で清とこま何年いたっけ。8年そんないたのかな。78年じゃないですか。もう覚えてないですよね。よく覚えてないです。あのさ記憶にない。あれも PL 時代としてね結構真っ白状態じゃないですか。あのやっぱりそういう状態なんで。でさ、あの俺は嬉しいよ。嬉しいの嬉しい報告すると、はい、実はそういう節目節目で必ずお前電話来るよな。お子さんどうしたらいいですか。僕節目にそうですね。一回飯食うか。そうですよね。あったな。ありましたね。会社移る時もお子さんちょっとお話いいですか。なんかあったな。いやいやいや。わかりやすいですよね。一発ですよね。その時は大久保さんも早いですからね、そういう察知が。そうそうそう、察知がもうめちゃめちゃ早いんですよ。何やったお前みたいな。噂でも出ますよ。まだこうなってなんかあったのお前みたいな。で桑田のとこ行ったのは何なの。マスミのとこ行ったじゃん。桑田のとこ行ったのは、切っちゃおう切っちゃおうって言ったの。風を切れって切っちゃう切っちゃうっつって。いやあれはねマットもあったんだろ。会いました。マット会いたいよ俺。足くれよお前マットに。マットいや僕も会えないですよマットなんて。ちっちゃい時あったでしょ。小さい時っていうか中学校の時はね。見たいじゃんマット なんだっけあのウーバーイーツかななんかのな CM 出たお前。あれは太鼓だろあの CM。 あとピアノと切っちゃうピアノなんだっけ。なんかピアノかなんか弾いてなかったからですか。あれ桑田さんが弾いたんですか。あそうでマットも一緒に出てましたね。あ共演でな。なんかね桑田さんのとこはね何だって清の後じゃんお前。そうそうです。あの野球教室とかやるからうん手伝ってくれよって。はい。あれ何年前ですかね。だから俺がクビになってくれたから2011年とか11年12年ぐらいだよ。マスミとお前仲良かったっけって言ったら、いや口聞いたことなかったとか言ってたんだ。いやあの一度